おはようございます。サスケです。ガイモンです。ということで前回、立ち回る立ち回ると言って、はい、絆終日打ちましたそうですね、はい、今回は安心してください。82番でした今日こそ完全に立ち回ります。ほら見てるわ。今日ジャムの11周年3日目、はいはい、今日は立ち回って、はい、弾も辞さない構えですいただきチャンネル初の弾も。そうですね。でも僕ちょっと早いんで、そろそろ、ね、じゃあそろそろ行きたいと思います。あれがするんで俺はまだ先なんだけど、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。この番号の人まで大格保険が用意されてるのかが気になるところよ。入場あないね。大格保険は金色になれ。あとで弾来るかもしれないから。3回混むんでまずは2階から見ましょう。ほう、おや、これあれ、これは開いてるのかな。これ開いてるよね。あ、なんか隣も開いてるのかな。じゃあこれにしましょうかね座れたわ。大丈夫なんか修羅吸われた。まあこれでいいかということで、修羅取れたんで打っていこうかなと、はい、思います。あべ、ガックン見てなかった。したかなガックンした気がする。わかんないけど打っていこうかなと、はい、思います。まずは朝一のモード。いや今日は立ち回ってくから設定をちゃんと見てなさそうならやめる。いや抽選結局82番でほぼケツから5番目ぐらいで、でまあ帰った人もいるからやっぱまあ100ちょいはいたんだろうね。でいや今日さ、実はもう修羅を最初から狙ってたんだけど、まさか座れるとは思わなかった。またこれ下手したら立ち回るとか言って終日これを打ちかねないけど、でもまあサミーの新しいやつは大体あの設定確定演出がよくある2以上か、あの罠のね、とりあえず2入れとけばいいでしょっていう感じの2確定があるから、まあぼちぼち出る。どうなん、でもトロフィーはあんま出ないって聞いたんだけど、やっぱ7連目のエピソードとか特等入った時のやつが、特等がね回数続けられれば回数稼げるから、そこで出せればっていうところよね。まあ逆にそこそこ続いて出なかったらやめてもいいのかなっていう。とりあえず中段チェリー来るまでは割と暇な台。本日初の弱水か。これは本当まとめて弾けるかっていう台よね。ちまちま弾いても何の意味もない。いやさすがにレア役、そういえばチャンス目も来てねえよ。やっぱ設定差あるのも大事なんだけど、設定差ないとこをちゃんと弾けないと結果勝てないからね。カイゼルステージに行かねえからどうこうとか言う前に、まだスイカ2回しか引いてねえからそりゃそうよね。でも北斗はまあこれは叩きどころが分かりやすいし、すげえ自力感があるよね。通常時からこう広角が分かってる状態でこう中段チェリーをぶち込んだ時のやっぱちょっと気持ちよさはある。やっぱそれは結構楽しいよね。ここで中段、ここで欲しいっていうタイミングで弱水化2回、強水化1回、チャンス目1回、中段1回で、カイゼルステージ移行なし。まあレイク全然引けてないけど、ないかな感、このないかな感よね。ちょうどお金もなくなるんだよね。
辞めるまである。ただな、据え置きだった時のな、まあ別にこの台天井なんか全然強くないんだけど、しかも前日どうせ大して回ってないよな。わりかし朝一600やめとか全然なきにしもあらずよね。立ち回るんだったら前向きな大移動ならありよね。とりあえずやめはないかな、まあ、ついつい追っちゃう。チャンス目、チャンス目2連続。これは、中段チェリーで、まあ、定格にいたとします。中段チェリーで通常に上がりました。その後のチャンス目で広角に上がって、その次のチャンス目で 25% で刺さったというプランが今見えたわ。あなんかリンを助けろみたいなやつに行かんと当たる気がしねえんだよな。もう一回、もう一回中断間に合う。おい生き返った。ちょっとなんか ぬるっと当たったわ。まあ中断かな、シンプルに。あ、これ今押せって出るかと思ったらなんか消えちゃったんだよ。はい、564ゲーム、投資が17,000円、所持金全部突っ込みました。シローラ、俺ね、これ海洋しか選ばないよ。シューラーって言われた時の海洋のもう悲惨、悲惨、これは悲惨さは異常よ。もう終わりよ。マジで泣かないからね、シュラは。2回泣かせればいい方よ。とりあえず当たった中段、まあ中段で当たったってなったらもう設定も減ったけども、とりあえずわからん。まあということで1個も食べれずに1回目の真剣勝負。いやもうこれはもうここで霊気引くしかないよね。霊気引いてとりあえず単発を避けたい。頼む、もうナビが出た時点で結構もうチャンリップ、チャンリップ期待するしかない。はいはい、ナビなし、ナビなし。はい、終わり。はい、復活なしということで単発119枚。まあ順増はいいよ。お、カイゼル。ただなんかで見たらこの ART 後このダイソン、お、チャンス、あ、降格、これは間違いないっしょ。お、そうで、この台あの設定差がリセット時と、あとはもう ART 終了時もう同じで、定格、通常、降格、スタートで設定差あるんだけど、なかなかこのカイゼルも ART 後即カイゼルは結構ガセがあるらしいから、なかなか判別できないよねって言おうと思った瞬間よ、赤文字チャンス、ベルで多分いいんじゃない、降格で。あ、もうこれとりあえず打ち続けますわ、とりあえずは。次の当たるまでというか、次のなんかターニングポイントが来るまではなかなか判別要素がね、確信できるケースが少ないから、設定差は当然機械割にまあ差がある以上設定差はあるんだけど、あ、これ降格弱水化ってことだよね。だからまあまだ落ちてなければだけど、その結局内部モードを見抜くのがすげえ難しいから、今みたいな確定パターン、まあ確定ってごめん知らんけど、赤文字チャンスはさすがにさね、レア役じゃなくて赤文字チャンスは確定だと思いたいんだけど、確定だったり、まあ、期待高みたいなっていうのが出た、こういう丸なケースよ。というところでお金がなくなりました。まあ、ART 後降格だったんで、おそらくもうちょっと様子見るために通常 ATM 失礼します。ということで下ろしてきたんで3万円目、今んとここの台を打ってる理由は最初の ART 後に降格らしきところにいたという、ただそれだけで。1000ゲーム回して ART1 回というと、言うて、おい、キョウちゃん、キョウちゃん刺さってもいい。
あー来た、やっとボナ来た。これで直ターボ行ったら6よ。何も引いてないもん。だって俺全部の時って言われなくてバリーン、はい、ダメ。まあまあこれ頑張ろう頑張ろう。あーやっとボナ616ゲーム、投資が3万円ぴったり。中断してないと始まらないよ。黄色いね、すげえ気になってる。うわー来た、あっつあっつ、セーフ。うわしょぼ。弱すぎる。まあ俺これそのまま飛ばすんで。390アベシで頑張ったわ。まあ安定の海洋、これ羅生行きましょう。うわマジ一番上、いやこれは稼ぎたいよ、ここ大事よ。俺まだマジン3回目よ通算で。おこれ第一停止どうするか悩むよね。あうまい、でも俺大体2個やね。あ熱い、これうまい、刺さった、これはうまい。マジンターボはだいぶうまいんじゃないの。これターボでどんだけ乗せれるかよ。さあ早い、よかった2回目のボナがサクッときた。マジンターボ、いやこれで貯めたいね。もう海洋ヒーヒー言わしたるわ。うい、まず1個来た、乗っていい乗っていい、乗らない、1回お、裏乗せみたいなやつ。10個、10個で真剣勝負、さすがにこれは勝ちたいよ。ナビなしを、ナビなしを見ないとダメ。ダメだな。出た拳に力を。これもうさ末置きでさ前日からの連敗がワンチャンあるよね。まあまあ確率だから分かんないけど、これ 50% になるんだっけ。負けた、あこれ出ないから20戦ではないってことか。20戦超えたら毎回出るんだっけ。あ出た、連敗が続いた。いやさすがに、さすがにいけよ。はあ危ねえ、いや9個使ったわ。まあね、わいやこれため直しやん、またもう全然下手や。いや確か20戦超えてたら毎回出るって。いや俺だから今日はだって、うわ早っ、待って待って今早かった。これターボ、ターボあるよ今、レバオンで音鳴ったのに演出遅れたもん。うわあ、キョウちゃんキョウちゃん、おキョウちゃん、これターボあるでしょ。ほらうまい、いやーいいよこれはうまい。今の気持ちいいな、違和感よ。フラッシュでさ、うまい、こういうね少ない時にこれはうまいよ。さっき使った分の回収まではいけんかったけど、これまあまだまだあるから、このシュラであと2個乗せればとりあえず帰ってくれる。さあ15個いけるでしょう。これでさ満身しちゃダメない、あの1個で勝つ、まあ、1個で勝つっていう気持ちじゃないとダメなの。気持ち大事だから、磯丸の真似、気持ちで、気持ちで勝つ、気持ち大事だから。すぐ磯丸根性論、平成生まれのくせにちょっと昭和の根性論語りすぎよ、分かってんの。はい
まあ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 1個で勝つ、今から1個で。ナビがある時点だから、これでベルベルベルのあれをね、ああ熱い熱いっていうか太陽これ勝手なんだな。あ、ベルだ、しかもこれはいったでしょ。じゃあ3個羅生でいい、羅生でいい。あれ、あ、この次羅生、まあそう、まあ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 いいよいいよ、悪くない。レア役なしで ベルで3個で勝てたっていうのはでかいね。さあ、ただこの修羅は0個や、勝ち越し0個だよ。うわあ、最後に来た、なんとかいって。さあ、ここ大事よ、この今取った1個で勝ちたい。はい、もうパンチ、パンチは弱い。このベッドで復活っていうのもいいよね。リプレイの時は分かんないんだけど、ベルの時はベッド復活が分かるから。はい、ナビなし、ナビなし。赤中段が一番寒い。よし、茶目以上、ひょうちゃん、まあまあまあ、あー弱いね、弱い。おいおい、うまい、ラッシュー。このシューガーの厳しさ、ただ悪くない流れよ、乗せよ。さあ、残り6個で勝負、5回5戦目、ナビなし来い。まあ中押しナビは俺割りかし嫌いじゃないな。まあまあまあ、これ最悪だけど、逆押しも嫌い、順押しが一番俺嫌いなの。頼むよ、おい。勝てそうな気配がない。跳ねます、跳ねてラストパンチ。出ません。まあ5セット968枚、まあ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 、もう何回引いたから枚数は取れたね。で、こっから勝負、本格か否か。ちょ、ランプ矛盾。おー、カイゼル行った。なんかいきなりじゃなくて途中でなんか行くのちょっと期待するよね。まあとりあえず手玉もある程度できたんで、まだ負けてはないけど、まあまだこの台ちょっと追いかけていいかな。初当たり重いのはまあ500、600って言ってるけど、レア役引きまくってそれじゃあしょうがないけど、しょうがないっていうか、あの素材なんだろうけど、レア役全然引けないから、まあまあまあ、それがしょうがないけど。あ、これ中段欲しいね。あー、なんか弱そう。あ、来た、これワンチャン降格。まあまあワンチャン降格よ、いいよ。これこれですね、リプレイですか、リプ角がめっちゃ上がるからさ。あ、これ一番寒いんよ。いや、これで刺さればまあ 25% の可能性もあるけど、だいぶだいぶ期待しちゃうよ。あ、バトルにも行かないパターン。あ、あざす、あざす、差し入れ物か、いい匂いがするといいです。これカイゼルに行ってないからダメなんだ、こっちに食らってる。うわ、刺さった、うまい、133。うわ、ここで中断。うわ、うわ、ここでって、あれ、いや、ちょっと待って、今この中段で多分天部刺さったってことよね。だから、ね、本前兆中の中段で天部だから、これは絶対ターボ行くってやつよね。あれ、降格、まあ分かんないよね、定格通常の 25% か降格だったか、
で、さらにこれが、え、テンポの時あれだって、え、ベッドで復活したもんね。復活したゲームでだから、だからこれはこの後割れるよ、さすがに。ちょっと、俺もさ、ごめん、初めてのことでさ、あれ普通に当たったと思ったら、テンポが出てきて、さすがに大丈夫よ。138ゲーム全部でだよね。そうだよ、危ない危ない。まあこれは刺さってたってやつ。ああやべ、これさもう分かったでしょ、シュラあるあるって。あの直カーボの時のあのキャラの替え忘れ、これマジあるある。いやうまいよ、うまい。検証のこと分からんのよ。今弱手3回引いたけどさ。え、溜まってない。弱手3回マジかよ。うわ。いや裏切ったんじゃないのは分かってくれよこれ。俺逆に俺選べたことないよ。どのタイミングで選べんだあれ。パリンって割れた時に押すのかな。だってね、ベッドで始まっちゃうもんね。しかもあれテンブってなってちょっと待たんと割れてこないじゃん、ターボって。これはちょっと罠や。サミーさんそこだけはなんとかしてるわ。あぶねー、やっと溜まったわ。ラスト、まあまあまあ7個。しかも俺まだちょっとあのさっきのあのカイゼルが合格だったんじゃないか的な、あれが合格だったら ART 後2連続合格、こんなん6や。いや1にないでしょ。 12.5% 2連続は引けないよ俺。これはあるよ。まあケンシロのいいところはあの演出の演出ありで、あのほーってでナビ出たらベルっていうのが決まってるところ。これ太陽は分からないまま突入ってなるから、ほーって言ったら俺似てない、ほーって。え、ちょっと似てない俺。びっくりしたよ。びっくりしたよ。俺でナビ出たんかと思ったの。ほーって。あ、今ちょっと違った。裏にワンチャン、うまい。裏で1個、もう2個、うまい。あ、11個で真剣勝負。せっかくなんで検証1回だけ使います。ちょっと待って、ドデカプッシュ 75% ぐらいにするわ。なんかもうなんかガセのプッシュあんま押したくない。半じゃない、評価。まあこれはもう絶対勝てない、半しか言わない。なんか違う気がするけど、一回勝つまでは使いたい。おー復活した。いやこれ出んの早いよ、音が。今もう復活の直前になんかもうケロンってなったから何かと思っちゃった。よし、ケンシロウだ、勝った。じゃあ変えようにします。あ、ドレカプッシュ、あ、75% のままにしちゃったけど、まあまあ太陽の場合ドレカプッシュ来たら大体ターボだ。まあまあこのちょっと待って、ラショウ、まあ、次で引きたい。さあ11個で運命の7戦目、これ大事、めちゃくちゃ大事。実質7戦目勝ったら金玉でもう1個もう1セットってことだし、でさらに設定推測要素も出るし、絶対に勝ちたい。ナビなし、剣に力を。うわー、ジャーメーチャンディップ来た。あー復活ない、マジか。いやここでこれ使うのはだいぶなんかもうダメなやつ。むずいな、やばい。わー赤い。あ、し
今日も冗談6パーだっけ勝った。ちょっとおしっこします。しゃーエピソード、これエピソードで、1,2 で1で奇数示唆、2で偶数示唆、3で2以上、4で4,5,6?4? エピソード4で 4,5 かで、エピソード5で 5,6 角か。とりあえず行きますか。一番寒いやつ出ちゃったよ。マジか。もうなんか早くこの ART を終わらせて次また7000やりたくなってきた。このさ勝負玉さ金のやつ、これ本当に勝負で大事で、俺前これ2回運動したことあって、この普通の真剣勝負で多分勝てるフラグを引けばこれを使わずに温存できるよ。前それで俺 CB とレア役かなんかで温存できて、だからしたらプラスもうワンセットもうワンセットっていうのがこれが残ってくれるから、だからこれはマジであの勝負の1ゲームのあのレバウンがめちゃくちゃでかいんです。さあこの1ゲームマジで大事なの。ナビを出さなければ大丈夫、ナビなし。あでピョーンって飛んでいくんだけど、まあそれはね、使っちゃったね。あーいいよ ART レベル、いいのかもね。羅生がこれで、4回目かな、8戦で、あ9戦目か。だから本当 ART レベル低いと本当に修羅しか出ないじゃん。だからそう、さっきなんてね、ひどかったもんね。やっぱこれはちゃんとものにしないとダメよ。さあ、10個で真剣勝負、これはね、ちゃんと勝ちたい。10個あるし、ナビなし、もう見るのはナビなしよ。重押しナビの時、これが止まったらだいぶ渋いよ。ダメだ、パンチしかしない海洋。わあ、チャンス目、チャンリップ 50%。 ちょっと待ってるとでかくなるよ。ちょっと押さずにレバーでいきます。うわー、きついわー、ちょっと悔しいんで、ヨデカプッシュしないと 99% にします。これでもうこれくだらない煽りが来ないです。わー、ナビ出し来たー。これでプッシュ出る、逆に言えばこれ出なかった時は 99% ってことは実質 100% だから、これ出れば行くし出なきゃいかないから。あー、強ちゃんだ、あっつあっつ。これはまあ勝ち確で、さらにターボよ、来い。 99% ターボ。え、勝っただけ、勝っただけ、これ勝っただけ。勝っただけです。なんかじゃあもったいない気がすんな、じゃあもったいない気がすんな。なんか強ちゃんはそこで引いて勝っただけってすげえもったいない気がしたな。さあ10戦目、ここで、ここだね、これ一発勝ち。はい、やいたー、おい、あっつあっつ。うわ、また強ちゃん、これはでかいの来い。あー、勝つだけっすわ、なんかもったいないよね。うわー、マジ、これはレベル高いでしょ。いや今日も立ち回るとか言ってワンチャンこの修羅で終わるのか俺は。まあまあ出りゃいいんだけど、出りゃいいんだけど、とりあえず今出玉2000
100枚か、冬眠が1500枚だから、まあ、ちょっと浮いてるぐらいだ。いやー3個しか乗せなかった。おーい、ギリギリ4個目。じゃあ勝ちたい、魔人で終わりたくない。ナビなし、ナビなし。わあ、ナビなし来たー。あー CB 次ゲーム 50% パンチ、これパンチってだよね。うわ復活もしないし、マジかー。 50% で負けたー。ダメージがでかい。あと2個ラスト、左手。うわーパンチ終わったー。まあまあまあ、11戦トロフィーなし、1350枚。まあまあまあ、とりあえずね、で、方角を見ると、おー、カイゼル行った。チャンス目のみでカイゼル行った。スイカは何も引かずに。これちょっと、あれよね、って言っても今日実際この、なんていうの、ノラカイゼルっていうのは初なんだけど。お、左にスイカおる。あ、まあまあまあ、でもこれはさすがに浮かびたいな。あー、なるほどね。スイカから通常。お、これ中段は前兆じゃん。で、今カイゼルからハンに戻った2ゲーム後よ。いやーもったいない。まあこれで、いやーこれはいわゆる補正ってやつよね。多分落ちてるよね、さすがに。これ、うわ赤、しかも2回目の発展。ワンチャンこれで逃げなければ。お、続いた、あるよ。まあ 25% 刺したのか合格だったかっていう分かんないところだけど、517ゲーム、持ちメダルが、あ、ちょうど1500枚、あの投資分ちょうどまくったぐらいのタイミングなんで、出た分がそのままプラス。これフリーズ、この次だよね。あ、違うんだよ、レバーじゃないんだっけ、ベッドかもしれないんだっけ。俺まあ引いたことないから、レバー、はいはい、ダメ、回った。太陽でいきます。うわー、だからすげえポジティブに考えれば、定格からのチャンス目でクッソ薄い設定差あるって一発合格上がって、単にはいったけど内部的には合格で今の中段で刺さった。つまり気持ちが大事だ。そうやって思い込んでったらそうなるから。さあラスト1個、ナビなし、ナビなし、ナビなし。これ順押し、ベル下段でワンチャン出る。これで右上がりテンパイで、はい、ダメ。おー出た、2以上、どうだね、どうエリア。まあまあまあ、2以上が分かったんで、よし、1がない。もう2以上出たら俺割と全突破でいいかなって今ちょっと思っちゃった。で、この ART 後の合格で1、2が同じ確率だから、2まで蹴ったとしたら今んとこ3よ、今んとこ3。まあ機械割的に3で多分100超えるでしょ。今ほんとそれぐらい、ちょいプラ。大丈夫、ちょっと待って、今ね、スイカと茶目しか引いてない、マジで。
いや、何もついて、そう、スイカちゃん、待って、今